皆さんこんにちは。日本福音ルーテル教会板橋教会の牧師の後藤直樹です。今日は5月26日金曜日、タイトルは同じ捧げ物と生贄、同等の地位と特権と題して、旧約聖書民数記7章10節から83節までの御言葉を聞いていきます。民数記7章10節から83節。祭壇に油が注がれる日に、族長たちは祭壇奉献のための捧げ物を捧げた。族長たちが自分たちの捧げ物を祭壇の前に捧げたとき、主はモーセに言われた。族長たちは一日に一人ずつの割で祭壇奉献のための彼らの捧げ物を捧げなければならない。第一日に捧げ物を捧げたのは、ユダブ族のアミナダブの子ナフションであった。その捧げ物は銀の皿一つ、その重さは130シェケル。銀の鉢一つ、これは70シェケルで、聖所のシェケルによる。この二つには穀物の捧げ物として、油を混ぜた小麦粉がいっぱい入れてあった。また、香を満たした10シェケルの金の秘釈一つ、全焼の生贄として若いお牛一頭、お羊一頭、一歳のオスの子羊一頭、罪のための生贄として親木一頭、和解の生贄としてお牛二頭、お羊五頭、親木五頭、一歳のオスの子羊五頭。これがアビナダブの子ナフションの捧げ物であった。二日目にはイッサカルの族長ツアルの子ネタヌエルが捧げた。彼は捧げ物をした。銀の皿一つ、その重さは130シェケル。銀の鉢一つ、これは70シェケルで、聖所のシェケルによる。この二つには穀物の捧げ物として油を混ぜた小麦粉がいっぱい入れてあった。また香を満たした10シェケルの金の秘釈一つ、全焼の生贄として若いお牛一頭、お羊一頭、一歳のオスの子羊一頭、罪のための生贄として親木一頭、和解の生贄としてお牛二頭、お羊五頭、親木五頭、一歳のオスの子羊五頭。これがツアルの子ネタヌエルの捧げ物であった。三日目にはゼブルン族の族長ヘロンの子エリアブであった。その捧げ物は銀の皿一つ、その重さは130シェケル。銀の鉢一つ、これは70シェケルで、聖所のシェケルによる。この二つには穀物の捧げ物として油を混ぜた小麦粉がいっぱい入れてあった。また香を満たした10シェケルの金の秘釈一つ、全焼の生贄として若いお牛一頭、お羊一頭、一歳のオスの子羊一頭、罪のための生贄として親木一頭、和解の生贄としてお牛二頭、お羊五頭、親木五頭、一歳のオスの子羊五頭。これがヘロンの子エリアブの捧げ物であった。四日目にはルベン族の族長シェデウルの子エリツルであった。その捧げ物は銀の皿一つ、その重さは130シェケル。銀の鉢一つ、これは70シェケルで、聖所のシェケルによる。この二つには穀物の捧げ物として油を混ぜた小麦粉がいっぱい入れてあった。また香を満たした10シェケルの金の秘釈一つ、全焼の生贄として若いお牛一頭、お羊一頭、一歳のオスの子羊一頭、罪のための生贄として親木一頭、和解の生贄としてお牛二頭、お羊五頭、
親木5頭、1歳のオスの子羊5頭、これがシェデウルの子エリツルの捧げ物であった。5日目にはシメオン族の族長ツリシャダイの子シェルミエルであった。その捧げ物は銀の皿一つ、その重さは130シェケル、銀の鉢一つ、これは70シェケルで聖女のシェケルによる。この二つには穀物の捧げ物として油を混ぜた小麦粉がいっぱい入れてあった。また子を満たした10シェケルの金の秘釈一つ、全焼の生贄として若いお牛一頭、お羊一頭、一歳のオスの子羊一頭、罪のための生贄として親木一頭、和解の生贄としてお牛二頭、お羊五頭、親木五頭、一歳のオスの子羊五頭、これがツリシャダイの子シェルミエルの捧げ物であった。6日目にはガド族の族長デウエルの子エルヤサフであった。その捧げ物は銀の皿一つ、その重さは130シェケル、銀の鉢一つ、これは70シェケルで聖女のシェケルによる。この二つには穀物の捧げ物として油を混ぜた小麦粉がいっぱい入れてあった。また子を満たした10シェケルの金の秘釈一つ、全焼の生贄として若いお牛一頭、お羊一頭、一歳のオスの子羊一頭、罪のための生贄として親木一頭、和解の生贄としてお牛二頭、お羊五頭、親木五頭、一歳のオスの子羊五頭、これがデウエルの子エルヤサフの捧げ物であった。7日目にはエフライム族の族長アミフデの子エリシャマであった。その捧げ物は銀の皿一つ、その重さは130シェケル、銀の鉢一つ、これは70シェケルで聖女のシェケルによる。この二つには穀物の捧げ物として油を混ぜた小麦粉がいっぱい入れてあった。また子を満たした10シェケルの金の秘釈一つ、全焼の生贄として若いお牛一頭、お羊一頭、一歳のオスの子羊一頭、罪のための生贄として親木一頭、和解の生贄としてお牛二頭、お羊五頭、親木五頭、一歳のオスの子羊五頭、これが網筆の子エリシャマの捧げ物であった。今日の御言葉はイスラエルの各12の部族が1日ごとに祭壇奉献のための捧げ物を捧げる場面です。まあ、今日のイスラエルの12部族、1日ごとに1日目はユダ部族、2日目はイサカル、3日目はゼブルン、4日目はルベン、5日目はシメオン、6日目はガド、7日目はエフライム、8日目はマナセ、9日目はベニヤミン、10日目はダン、11日目はアシェル、そして12日目はナフタリと、それぞれ1日ごとにそれぞれの12の部族が1部族ずつ捧げ物を捧げる。このイスラエルの12部族の名前は僕にとってはとても大事な部族の名前というところで心に刻んでいる。それは何でかと言いますと、僕自身牧師になるために神学校に入るための入学試験を受けるときに、前々から多くの人からですね、神学校の入学試験にはイエス様の弟子たちの名前、12人の名前全員書けっていう問題が出るからと言われてですね、およしよしと覚えて、これやったらですね、当日実際に試験に臨みましたら、イスラエルの12部族の名前12部族書けって言って、と思ってびっくりしたという、ところだったわけなんですね。まあ、そんな風にこのイスラエルの12部族は僕にとって大事な思い出深い
名前一つ一つの名前をこう噛みしめていくというふうな気持ちで、いるわけなんですけれども、話は聖書の今日の聖書の御言葉に戻っていきたいと思うんですけれども、12の部族がそれぞれですね、捧げ物を捧げる、実は全く同じ捧げ物を各部族がその日その日に捧げるという形でここは語られているわけなんですね。普通だったら大きな部族はたくさん、小さな部族は少しというふうに考えるじゃないですか。イスラエルの十二部族違うんです。みんな同じ数の同じ種類のものを神様に捧げている、その捧げ物に差はないんだというふうに言っているわけなんですよね。これ本当に私たちにとっては驚きです。私たちは普段礼拝で捧げ物を捧げるとき、人によって多く捧げたり少し捧げたりというふうになるわけなわけなんですけれども、まあきっとこの聖書の箇所は私たちに対して捧げるものの質や量に本当は違いはないのだ、実はみんな全く同じ気持ちで神様に礼拝を捧げているんだ、そういうふうに言うこともできるのではないでしょうか。まあみんな全く同じ気持ち、それが同じ捧げるもの、質も量も同じだというところに現れているというのが大事なわけなんですね。まあそうは言っても私たちは捧げるものが違う、これって普通ですよね。金額も違いますし、そういうふうな形で私たちそれぞれ違う形で捧げていると思っている、あるいは捧げるものだけじゃないです。私たちは、あの人の信仰は素晴らしいのに私の信仰は本当に情けないなとか思ったりしますし、あるいは私の祈りは本当に乏しいのにあの人の祈りは立派だと思ったりする、あるいは私は聖書のことをよく知らない、でもあの人よく聖書を読んでたくさん知っている、なんて人と自分を比較して自分はダメだななんて思ってしまう。捧げるものの質と量は一緒なんだ、同じ気持ちなんだというのは分かっていながら、人と自分の差を見て自分はダメだなダメだななんて思ってしまう。聖書の御言葉ってなかなか難しいなって思わされるのが私たちの本当の気持ちなのじゃないかなと思います。今日の聖書の箇所をまとめてみますと、十二部族それぞれ同じ捧げ物、分量と質のものを捧げている、でも私たちに目を留めてみると、私たちはそれぞれの人がそれぞれの量を、それぞれの質のものを、それぞれの気持ちで捧げている、この違いは一体何なんだというところなわけなんですよね。でもよく考えてみますと、神様の側から与えられている恵みというのは私たち一人一人に均等に分け隔てなくそれぞれ同じものが与えられているということですよね。ほら、ちょうどマタイ福音書20章のブドウ園の労務者の例えがあったじゃないですか。イエス様こう語っていましたよね。早く来た人にも遅く来た人にも同じ一デナリが与えられる、すべての人に同じ分量のものを神様は私たちに与えてくださっている、だからこそ今日の聖書の箇所のイスラエルの部族のように私たちはもしかしたら目に見える形では違うものを捧げている、違う量を捧げているかもしれないけれども、その気持ちは神様から一人一人にそれぞれ均等に与えられているものを同じ気持ちで神様にお返ししてもよいのだと、この聖書の箇所は私たちに告げているのではないでしょうか。神様はこの人にはたくさん
愛を注いで、この人はちょっとだけ愛を注ぐなんてことはできない、そのことをマタイ福音書のブドウ園の、あの労務者の話は言っているわけですよね。みんな等しく神様は私たちを愛してくださっている、その気持ち、ああ感謝だな、その気持ちを神様に捧げるとき、私たちの気持ちは本当に同じもの、同じ捧げ物を同じ礼拝で神様に捧げることができるのだ、だから神様の目にはその差はないんだよって言っているのではないかなと思います。お祈りを捧げましょう。天の父なる神様、私たちすぐ人と比較をして、あの人は素晴らしい、私はダメだ、そんなふうに感じてしまうのが私たちの心のありようです。そんな私たちにあなたは等しく愛を注いでくださり、あの人が素晴らしいからたくさん、私はダメだから少し、なんていうふうには見ないで、同じ愛を注いでくださいますから、ありがとうございます。私たちみんな同じ気持ちで、同じ感謝の気持ちをあなたに捧げる礼拝の生活を送ることができますように、イエス様の御名によって、アーメン。